歩歩けば月目に当たる。そわそわするなよ心が東京。振り構えて掴めばいいのさ。運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒。ああとって楽生きにゃ。やっと懐かしい日本の土地を踏みしめて、わいは遠い外国へ来たような気がした。いや、それほど日本は変わっていたのである。名古屋の港から駅へ向かうトラックから見た名古屋の街は焼け野原と化し、その野原に点々と立つバラック小屋を見て空襲の凄まじさを知って肌寒うなったが、名古屋の駅へ着いてまた日本人までが変わっているのを知って驚いた。パンパンという職業の元大和なでしこ、焼け出された家のない連中が寝ている待合室の場所に諸払いがつき、戦争の孤児がタバコを吸いパンを売っているとは。わしはそこで闇取引を知り、日本の物価がめちゃくちゃに高くなってるのを知った。まさしく堺藩の予言が的中したわけやが、軍隊の給料は2円50銭でパン1個が10円もしたり、わしは福音証明書を50円で売るとパンを買うた。そして深淵なる金を受け取って切符を買いに行く途中、出会うた男からその金が使い物にならん金と聞いてびっくりした。兄ちゃん、兄ちゃんな、タバコ買わへんか。5円。5円。手巻きタバコやけどな、10本で5円。よっしゃ買おう。何やその金。いや、新円って金。いや、これは戦争直後の金で、軍票みたいなもんや。今は通用せんわ。何やと。ああ、今はな、昔の10円紙幣で、これ、これや。ほんまかおい。ははー。あんたその金、靴磨きの子供に何度売ったかどうかしてもうたんとちゃうか。ほや。あかんあかん。な、今頃行ったってどっかへ逃げとるわ。あいつら評判の方があるでな。なあ、あんた引き揚げ兵とちゃうか。そうや。そうやろ。福音兵と見たら何にも知らん思って騙しよんね。ひどいやっちゃで。そんなし日本人同士がなんでこの辺に変わった。戦争や。みんな戦争がむちゃくちゃにしよって。いや、この前もな、1ヶ月前復縁してきてここでやられて。あんたもの。ああ、金稼がんと帰れんでの、ここで稼いどんにゃ社賃もノーなっての。社賃困ったな。どないした。あの子供に復縁証明書売ってしもたんや。その金でか。ああ、わしと一緒や。気の毒にな。なあんた、どこまで帰んねや。福井や。福井。うん、ほんな10円もあったら帰れるな。よっしゃ、その金わし買うだろ。10円で。けどあんたこの金使えんて。うん、そやけどな。まあそこは蛇の道は蛇っちゅうてな、10円が2,000円に通用することもあるわ。せやせやわしは10円で買うたろっちゅうねや。よほか。いや、そうしてもらったら助かるな。うん、ほな頼むわ。よっしゃよっしゃ。
あんたお前あんなガキに騙されてな、気の毒じゃん。え？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。やめとくわ。どうもおかしいことは。何がや？あんた自分の記者賃ないんでここで稼いどる言うとったな。それがどないして？自分の記者賃ないのに用人の記者賃の金持っとるの。何やと。ということはあんたの言葉は信用できんちこっちゃ。これやめとこう。あどうかい。そんならやめとけや。その代わり後で後悔しなよ。ええか。シャッと。見とったんか。ああ、兄ちゃんが騙されかかったら口出したら思ってな。そうか。切符売りはどっちじゃ。こっち来い。けどさ、一つ聞きたいことがある。何や、お前急におっさんになったの。なあ、なんであの男の嘘が分かったんや。ん？あいつ急に言うてな、わしの知ってる限り10人なら10人が騙されよう。それやのに、なんで騙されんかった。そのコツ教えてくれ。コツ？ああ、人に騙されんコツや。わしら子供や思てよう騙しよったの。やっぱりさっきのようにそいつの言うたこと覚えてるんか。いや、言葉っちゅうのはな、どんでも使える。けど頭のええ人間はな、その言葉で尻尾捕まえられるのことしよら。おい、どうや。あ、ここや。ここが一番ケツや。おい、えらい長い行列やな。おい、これで切符買えて汽車乗れるんか。ああ、その代わり乗ったら身動きできんで。窓から乗り降りするし便所も行けん。ああ、これで証明書が売れるんか。あ、教えてくれ。何をや。どうやって嘘を見破るかや。ああ、その話か。桃太郎や。桃太郎？このわしが桃太郎としてみ、洗面所で犬がタバコ買うてください、ワンワンって言った。でわしが金出すと、いや、その親縁はもう通用しまへん、ワンワンって言った。ということは、わしは親縁くれた猿に騙されたってことになるな。ほな、わしは猿か？まあ、これ話や。な？そこで桃太郎のわしは猿の言い分、犬の言い分、どっちが正しいか考えてみた。なぜこの桃太郎、日本へ帰ってきて日本がすっかり変わってるのを知って、どっちの言い分が正しいかわからん。わからんけど猿の方は子供や。子供の方が騙さんやろって考えたわけ。わしが子供か。ああ、お前は猿の子や。なに、ほらほら、すぐに歯向く。お前はエテコじゃん。ちょっと兄ちゃん、この辺にあの水道のあるとこないけ。ああ、これまっすぐ行ったら洗面所がある。あ、さようか。水飲んだら便所行かんのだから辛抱してたけど、もう喉が渇いても渇いても。ちょっとあの席取っといてくれ。ああ、おっさん。うん。いくらくれる。いい、何や。席の取り賃や。あ、ほらいし、そんな腹くらやったらここにおるわ。せやだから水も飲めん。かまへん、行ってこいや。ほんまにただでんな。ああ、そうでっか。ほな、おきによろしゅう頼みますさ。おっさん、せっかく金儲けられるのに商売下手やの。あら、商売やない。何やって。あれはな、人の弱みにつけ込んで金取ろうとしたら最も恥ずかしい金の儲け方や。何やと。まあお前子供やからしゃあないけどな。およさん、調子に乗んなよ。どこの世界に子供がの、こんだけの品物もろて商売しとる。お前いくつや。13や。わしは8つのとこから商いしとるぞ。嘘つけ。嘘やない。8つで商い始めて9つで嫁にもらいに行って断る。いや、そんなこと。いや、ほんまやぞ。親父に畑借りてな、そこで野菜作って、それを福井の町へ持って行って売りに回った。儲かったか。損した。へえ、そんなこっちゃろ。けどわしは儲けとる。けどお前は
知恵も使わんし汗もかいとらん。知恵も汗も？おや、お前は自分の品物を売りに行くだけやろ。ほやから知恵も使わんし汗もかかん。まあ書くとしたら MP に見つかるやないか思って冷や汗かくぐらいの。ああほらし、わしは楽して儲かったるのや。ほらいつまでも楽して儲けられたそれでいい。けどお前その場合いつまで売れるとも売れんようになるかもしれんぞ。そんなことあるかい。もしそれ売れんようになったらお前そのパンどないすんの。自分で食わんとしょうない。そんやの。何？ほやないか。え？自分の金で仕入れたそのパン自分で食うたらそんやないか。けどしょうないやろ。お前これパンやからしゃあないで済むぞ。これがお前一個何百円何千円する品物やったらどうする。それだけで半歳やのお前。そんな品物扱うかい。ほなどんな品物扱う。売れる品物や。売れるか売れんかどうしてわかる。闇屋のおっさんに聞く。遅い。闇屋のおっさんに聞いた時はもう売れてる時や。そやろ。それからお前が仕入れてもや誰かが売った後もう売れんかもしれんぞ。おっさんよ、売れん売れんって言うなや。売れて売れて困ってるんじゃ。ああ、ここか。売れたで。ああ、かまへん。証明書か。いくらで売れた。70円や。よっしゃ取ったけ。あ、見てみ、お前に50円で仕入れて70円で売れた。20円儲かった。これ売れたからええけど売れなんだらどうする。売れんことはないて。ほか、ほなお前ここでパン売ってみ。何？ほらみんな紐にその顔しとるぞ。これ売ってみ。ほらほれ。よっしゃ、おい売ってこい。あ、パン買うんか。パンいらんか。パン、ほれパンいらんか。パン買うんか。うまいぞ。いくらや。15円や。あ、やめとけ。パン食ったら喉乾けないけ。あ、せやな、やめとく。いらいら。パン買わんか。パンいらんか。あ、売れんの。そんなことあるか。パンいらんか。ほらいらんのか。パンパン買わんか。貸してみる。どやパン買わんか。どやパン買わんか。うまいパンやぞ。おいどやパン買わんか。いらんいらん。あんパンジャンパンうまいぞ。買わんのか。あ、いらいら。あかんなあ。おい、売れんと尺や。値下げ。よっしゃ、10円でどれ。でかく出すの。おい、値下げとるんか。下げてへんわい。けど売れんな、おい。おっさんよ、そんなことより罰せとっとかんと。心配すな。さっきのおっさんに頼んだ。ただでな。おい、どや、売れなんだら俺が売ったろか。おっさんが。ああ。わしらで売れんのにおっさんに売れるかい。いや、売ったるぞ。その代わりわしの言うこと聞くか。言うこと。ああ、わけないか。アホ、わしの言う通り動くかちゅうことや。まあよっしゃ。ら、よし、パンどない出す。うまいパン出せ。皆さんパンどう出す。パンいりまへんか。あ、そこのお姉ちゃんどう出す。いらんわ。パン食べたら喉が渇くわ。水ぐらいサービスしまんがな。水筒ありますやろ。水汲んできますさ。今か。ええ、ほな買うわ。ええ、ええ、おい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 、待った、水汲んでこい。やて、言うこと聞く言うたろ。入ってこい。おい、こっちも頼むわ。パン買うさかいな。はい、おい、ちょっとお前パン置いて水汲んでこい。兄ちゃん、こっちも頼むわ。ちょっと待ってください。はい、どうも、おきに。はい、おきに。はい、どうです。ちょっと見せる。はい、おきに。兄ちゃん、おはようくる。はい、おきに。はい、おきに。こっちも頼むわ。はい、おきに。はい、おきに。はい、どうぞ。はい、おきに。こっちも、こっちも。こっちも。いや、ちょっと待ってください。先がねと水筒を先にいただきました。あ、そうか。はい、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 どうか、ほら、今度はこれ。何のか？言うこと聞け。行け。はい、はい、はい、これ、分かった。はい、はい、水筒、水筒落としたらさ。はい、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 
ああ、腹減ったな。どうする、金も飯もねえんだぞ。知らないわよ。あの福音証明書が1回で使えなくなるなんて知らなかったんだもん。腹減ったな。しかし、なんでこうめちゃくちゃに物の値段ってのがあったんだい。本当だね。兵隊の給料じゃ握り飯も食べられないんだもんね。飯の話をすんなよ。自分が払えって払えって自分からしたんじゃない。これだったらお前、沖縄の主要人たちはよっぽど待遇良かったよ。寒い。中入れようか。ちょっと、なんか空気悪いわよ。それにね、外にいればさ、風に乗って焼き鳥の匂いぐらい嗅げるわよ。うまそうだね。貸しとくれよ。何を？パンよ。たまごいかい。うん。日本人はことありや。日本人がいるとな、ジーアーが近寄ってきよれへん。何？おう、お前日本人じゃねえの？え？俺たちは沖縄の収容所からこうやって帰ってきたんだよ。さんざんお前戦争で長い間苦労させられて帰ってきたら、日も新しくんないの？商売の邪魔や言うてんや。何を？ね、おばさん、いいじゃないのね。みんな言えるんだからさ。そうだよ、日本の人類署名ちょっと冷たすぎるぞ。ね、お渡りよ。すいません。ね、あんたたち沖縄から帰ってきたってたわね。そうよ。ね、沖縄はどこ？那覇の収容所。うん。ね、食べる？本当？すいません。やめとき。癖になるで。癖になるとは何だ。ね、やめなよ。ね、やめなよ。このおばさんに逆らうと怖いんだよ。何が？何だったんだ。おい、どないした？あ？ね、ね、管理してやってよ。ほら、なんだい？ここに帰り。何？おい！何ですか？何？ちょっと。ごめんなさい、お兄さん。あのね、この人ちょっと気が立っているもんだから、私が連れて行きますから。ごめんなさいね、お兄さん。違うな、お前です。よろしい。すいません。ちょっと待ち。あんた、鎌けかいな。え、私、歌舞伎で小山やっていたから。大きな、はい、まあ、それ知らんと失礼いたしました。で、どなたさんのお弟子さんで？坂東ウグイス。私は坂東梅之助。そうか。坂東のウグイスさんの芝居はよう見たもんやで。そう。名古屋、私もちょいちょい来たけど、でも名古屋の舞台は芸どころで難しくって。まあ、よかったらこれ食べてるか。な。はい。本当ですか？くまさん、ちょっと、この人ね、馬の絵さんって言って本当は気が優しい。とにかく座っていただきなよ。すいません、トリコ、いただきます。お気に。でも、こんなところでご贔屓の方に助けていただけるなんて、渡る世間に鬼はない。地獄で仏に会ったような気がして。
ような気もしれんな。どうですか、やっぱり。どうも、おきに。おい、金やぞ。17人分、255円。全部売れたぞ。どうも。しんどいか。親からわしが言うたよ。な、金儲けるには汗かかなあかんちゅうのはこのことや。しかし、水を汲みに行ってまで。水汲みに行って、金かかるか、汗かくだけやろ。そやからパンが売れた。なんもせんと売れたか。売れなんだよ。その上にお前、値まで下げようとしたな。値下げるより水汲みに行った方がええのに違うか。あ、そこやがな。子供の頃のお前とわしの違いちゅうのはな、わしは大八車引いて汗かいて商いして、それで損を出した。ところがお前、なんとか楽して儲けようとした。んで儲かる境に知恵も使わないし汗もかかん。知恵？ああ、桃太郎の猿な。あの、何で桃太郎の家来になったか知っとるか。ああ、きびだんごもらったな。うん、つまり腹が減っとったじゃん。ところが見てみ、こんだけ長い行列作ってダーチでたり座り込んで、腰が冷える。便所行こう思うたら荷物取られる。荷物持って行こう思うたら席取られる。席頼んで行こう思うたら今度は金取られるな。ところが水は飲みたいけど水は飲めんけど喉は渇く。そんな時にお前、きびだんごのパン持って行って、誰が欲しがる。何を欲しがる。水や。そや、水や。パンの代わりに水を売らなあかんちことを考えるこっちゃ。ええか、今日はパンを売ったら違うぞ。水を売りに行ったんや。水をか。おや、けど水だけでは金取れん。そやさかいパンをつけて売ったんや。ええか、飽きない注文はな、客が一体何を欲しがっとるか、それをまず考えるこっちゃ。そしたら水でも何でも売れる。そこが知恵や。けどな、お前みたいに楽しよう思ってたらそんなことは気がつかんぞ。わしみたいに大八車引いて汗びっしょりかいて喉乾かして水を飲みたい。水飲ましてくれたら金払ってもええ。それ知らなんだらわからんやろ。いいか、お前らパンが売れん境言うて自分でそれ食うようなことすな。どこへ持って行ったら売れるか、それを考えることや。そしたら水でも何でも売れる。ええか、それで売れたら他の品物売ったらええのや。これが汗をかく方法。わったか。ああ、わかった。よし、なら、これから持ってき。おっさんの悪魔だ。いや、いらん。お前な、わしに金渡してわしがその犬に騙されるんやないかと心配してわざわざ見に来てくれたな。ということはお前、お客さんを心配して大事にしてくれたっちゅうことや。その信用へのわしからのお礼じゃ。そのお前がやな、人の弱みにつけ込んで場所の乱い取るようなケチくさいまねすな。そんなことより水でも何でもええ、堂々と売りに回る。分かったな。ああ、分かった。そしたら早く帰ってね。ああ、あんな子供かてあわやって教えたったら聞くもんでんな。いや、このわしも小さい頃あいつらと同じようなことをしとったんですわ。親からようわかるんです。いや、ほんまです。ところで、この切符は明日の朝までには買えまんのかいな。明日の朝、なかなか。なかなか。あ、明日の夕方に買えたら御の字ですな。明日の夕方。そんで汽車に乗るのはまあまあいいこと言って、明日の晩、明後日の朝かいな。そんな。ほんまやな。ありがとう。惜しかった。よかったね、おばさん。おかげで生き返ったな。うん、すまなかったな、ばあさん。金払うのに礼いいな。え、今食べたのただじゃないの。
なんでタダでやる？だってあの師匠のご贔屓だからご馳走。師匠なんて知らんで。さあ金払ってもらおうか。何分になるかいな。そんなバカな。何やバカじゃ。100円ぐらいもらおうか。100円でええのか。100円は当たらんな。おい荷物貸せ。さあ何とか言うだれ。おい渡しましょうよ。よし、はい、これで何分なの。5番。うん、5円ってとこやな。5円。あ、2人で10円が残り90円。どないしてくれんねん。どうって金なんざねえもん。金がなかったら働いてもらおうか。いや、何でも働こうじゃねえか。お前と違うわ。うちのは山の部屋。私？うん。私が何を。まあちょいちょい物好きな GI がおってな、男はおらんかってことや。パンパンボーイよな。え、パンパンボーイ、うん、ちょうど探してたとこや。その分働いてもらおうか。私ので、パンさん頼むよ。え、それで済むんならさ。それで済むならって嫌よ。私嫌か。ほんなら金を。どれんじゃい。やるわよ。そうか、ほんならわしと一緒にこっちおいで。ちょっと待ってよ。あの、馬さんは。ああ、その男はな、借金返すまでそっちに任しとくわな。あ、来いよ、働いてもらおうか。分かってるよ。心配すな、男の仕事があるんやな。おい、来い。分かってるって。馬さん。うん。お別れね。こんなんだったら、兄貴のいるところに残ってたらよかったな。おじゃおじゃない。何だよ。化粧したったか。馬さん、私はいいからさ。馬さんだけ助けてあげて。ああ、分かってるってさ。いかよ、ほら。それしといてください。待ってください。
な。待って、あっさん、しげ子、しげ子って。お母さん、どうしたんや。いえ、ちょっと早いけどな、今日中に出んならんかもしれんて。出んならって？ゆうべお父さんとも話したんやけどな、もし明日の切符は取れんかったらいかんて、今日中に木の先まで行っといた方がええのと違うかって。ゆうべかお父さん駅で待って切符買うてはる。お父さんが、もし切符取れたら行くで、とりあえず支度だけしといて。早起こしてかわいそうやな。お母さん、お母さん。何や。うちの人の写真がない。写真が。ゆうべしもうた。なんで。しげ子、義一のお嫁さんならあんたがあんなもん持ってたら義一殿に悪いやろな。何もかも忘れて一から出直しや。一から。さ、支度して。吸い
車乗り場のその階段降りたら分かる。送っていきたいけど上がりが違うんでな、やばいや。なあ、きっと大阪来いやな。名古屋の猿が来たら分かるようにしといたろ。おや、お前の名前なんちね。木下久男や。猿の木下、木下藤吉郎か。おい、お前太鼓さん並みやろ。おい、猿がイタチへ行くか。最後っぺかまさんようにしといてくれよ。これはやられた。猿と呼んだあの子供が忘れられなんだ。わいの子供の時そっくりやったさがい。ああいう子供は今にええやきんどになりよる。それが内地へ帰ってからの一番の収穫やった。それからわいは大阪へ着くとイタチ堀へ駆けつけたんやが、イタチ堀か、あんまり変わってるのに驚いた。イタチ堀の飽きんどは一体どこへ行ったんや。焼かれてもすぐに立ち直る大阪の飽きんどがなんで焼けたままにしとく。そう言うてるうちにけったいなやつに会うてドルのこと聞いたんや。さあ、ごといてくれ。いいな、もう。いや、ひろた、お前やとは知らんかったぞ。それだけ喋ったら腹が減っただろう。何か食うか。いや、飯より金や。金がないと身動きできんちゅうこと知った。福井までの汽車賃もないしな。おい、何とかならんか。今はな、アメリカの物資はともかくドルはうるせんだ。おお、こんなにか。ああ、持ってるお前 MP に引っ張られて下手すりゃこれだからな。そしたら持ってても宝の持ち腐れちゅうことや。まあな。しかしまあ、そこにはルートもある。なあ、一体いくらぐらいある。ん、ドルだよ。話によるとかなり持ってそうだな。千ドルもあるか。十ドルや。おい山下、お前税関で安さもそして隠したのはたった10ドルか。いや、10ドルじゃないぞ。だろ。だからいくら持ってる。10ドル。おい、なひろた、わしが買えてほしいのは10ドルや。おい、1ドル400円しとるぞ。やな、300円でその分はお前の儲けや。しかしたったの10ドルじゃな。いや、これでうまいこと言ったらこれからも頼む。まあ取引始めの顔をつなぎてところな。相変わらず抜け目やねえな。よし、やった。出してくれ。よし。それじゃな、3000円だ。すまんの。山下、それで次はいつだ。いや、金の用意があるんだな。ああ、福井へ帰ったらな、すぐにこっち来る。その時は今度は大量に買えてもらうさかいな。どっかにしまってんのか。ん、持ち歩いちゃ危険だろ。大丈夫、心配すな。そんな金全部持ち歩くようなことはせん。隠してんのか。もちろん、誰も知らんとこにな。ああ、それよりな、なんぞ土産物になる
タバコとか食料品とかないか。あるよ。そうか。ほなちょっとな。こんだけ分けてほしいね。はい。ドルでもいいぞ。ドルの方が割安になる。あいにく持ってへんのでな。そうか。金いらねえ。持ってけ。おうか。えらいすまんな、おい。あ、それからな、ひろた。福井までの汽車のチップなんとかならんか。闇でいいのか。ああ、あるか。ああ、ここなら何でも揃う。汽車の切符から成田さんのお札までないものなしだ。そうか。おい、へい、切符取ってやれや。福井まで一枚だ。へい。あ、どうも福井ご苦労さんです。すまんな。どうも。ほら、行ってきますか。よっしゃ、これで土産物は揃ったと。どうした、真野江。何。おい、これ馬の絵のリュックや。馬の絵ってあの細っとるのか。おや、しかしなんであいつのリュックをわしの手に。そらお前売っ払ったんだよ。金の価値の違いを知ってな、闇にしてじゃあいくらでも買ってくれるよ。ひょっとしたあいつ。あ、あいつまだ名古屋にいとるやないか思ってな。おひろた、お前んとこ押しと売ってへんのか。何？いや、何でも売っとる言うたやろ。馬の絵探しに行く人間が欲しいね。ああ、メッセンジャーボーイが。いや、おるか。ドル出すなら言わしてもいいぞ。いくら？$100。よし、出そう。マイキンだ。今金持ってへんの。おや、誰か気心の知れたもん取りに来させてくれるか。よし、俺行こう。そうか、お前が来てくれたら安心や。兄貴、リュックの中にも靴の中にもおまへんねや。俺が隠してる場所を見つけてくる。誰か俺の後つけるようにしてくれ。わてが行きまよ。待っとるぞ。